ボリス・カーロフ演じる、イム・ホテップ、ミイラ再生は1932年、アメリカのユニバーサル映画制作の映画。ミイラをテーマとしたホラー映画の始祖。主演ボリス・カーロフ。監督カール・フロイント。1921年のエジプト。大英博物館の遺跡調査団は、古代の高層イム・ホテップのミイラを発掘した。 しかしミイラは息を吹き返し、いずこかに姿を消してしまった。1932年のエジプト。なかなか成果を上げられない大英博物館の遺跡調査団のキャンプを謎のエジプト人が訪れる。その男は自ら見つけたという発掘品を提供。それをもとに調査を行うと王女の墓が発見された。1931年に魔人、ドラキュラ。 フランケンシュタインを連続ヒットさせたユニバーサル映画がフランケンシュタインモンスターを演じて一躍怪奇スターとなったボリス・カーロフを主演に起用して制作したホラー映画。全2作とは違って原作小説を持たないオリジナル作品である。1921年に世界的な話題を呼んだツタンカーメン王母の発掘を題材としている。フランケンシュタインでは 熱いメイクで言葉を喋らない怪物役だったカーロフは本作では現代にみえった古代の構想を風格豊かに演じて怪奇の大スターの地位をさらに不動のものとした。また魔人ドラキュラでヴァンヘルシングを演じたエドワード・ヴァンスローンがヘルシングとほぼ同様のオカルトの家にミラー博士として登場しイムホテップと対峙する。本作は 世界的にヒットしてミイラモノというホラーの分野を確立した。ユニバーサルは1940年のミイラの復活をはじめとして1940年代に4本の後継作品を制作した。これらは本作の続編ではなく独立した作品である。さらに第二次大戦後もリメイク作品やその関連作品が作られている。イムホテップ。 カッコ内は日本語を吹き替えユニバーサル映画が本作の後制作したミイラ映画は以下の通りありがとうございます